ご覧くださいましてありがとうございます。今日はですね、シリーズでお送りしております喜びの島、第9回目ということで、今日が最終回になります。いよいよね、最後のクライマックスの部分で、ピタッとね、かっこよく締めたいと思いますので、頑張ってみましょう。はい、ですね、ちょうどね、最後の、まとめみたいなところですよね。なんかこう、オチは盛り上がるところなんだけれども、オーケストラで言えばうわーってこう、もう指揮者がね、大振りしてるところになりますね。もう最後のもうホール全体にものすごい音量の音がね、広がってるっていう感じになります。で、うわーってちょっと盛り上がってドンって閉まる感じになるんですけれども、そこの部分ですね、先週やりま、前回やりました、やだやだやだちょっとこう緩やかじゃないんだけれども、こう雰囲気的にやだだだって広がっていったところでっていう風にこう入っていくんだけれどもね、ここのところね、指示があります。ドビュッシーからの指示がありますね。例えば上の段ね、ところは、ちょっとね、遅くっていう意味なのね。遅くっていうよりもこうちょっとこう速度をテンポをね、落ち着かせてっていう感じで取ればいいと思いますね。で、下の段に左手のところに書いてあるのは、とても際立たせてとあります。これは多分これですね。このアクセントが一個ずつついている音があります。これを際立たせてっていう風に書いてありますね。なので、少しゆったりめに広く音楽をとってっていうのが湧き立ってくるっていう感じに仕上げてみますね。なので多分そのこのゴーラー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 ゴー喜びの鐘みたいな感じなのかな。なんかこう晴れやかですよね、この音程っていうのはすごくなんかこう気持ちがこう晴れ渡るようなね、感じがすると思いますね。なのでまず左手のこの、これね、この最初のこの和音なんだけれども、これがね、4小節ね、なんかこう、つながっててほしいんだよね、本当はね。で、やったたたたで、また4小節、まーで、また4小節、で、また4小節。で、4小節ずつのこの、ベースの響きになってくるので、これちょっと覚えてくださいね。で、右手ね、よく見てみるね、書いてある通りに見てみると、これにスタッカートで、いやーにアクセントテヌートで、スラーでかかって、次の和音に行ってスタッカート、アクセントテヌートで、次の和音にスラーで、スタッカート、テヌ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 ートね。っていう風になって、じゃーじゃー、リリリっていうのが一つのスラーがかかってますね。これね、これすごい、大事で、例えば、イアンバーララン、バーラランっていう、このうねりの感じになってくるわけね。だから、いやん、ちゃらら、ばらら、ばらら、っていう、感じね。まあ、今ちょっとパッて言っちゃって分かりにくかったかもしれないんだけれども。で、例えばじゃあ、これはね、ひょっとしたら4小節ね、ペダル変えなくてもいいかもしれない。これが、これでね、4小節ね、ちょっとね、つなげてやってみたんだけどね、そんなにね、おかしくない。濁りをね、そこまで感じないので、うまくね、バランスがよく弾ければ、一つのペダルでも踏み替えなくていいかと思います。なので、これを弾くときに、まず左手。これを、ボーンと響かせて、右手がこう入るね。だから、こうって一緒じゃないよね。変えてください。弾き方を変える、右と左手で。じゃないと、音が変わらない。
弾き方を変えないとね、これは。で、こう、同じに弾いてても、音がね、平べったいままなんですね。だから、弾き方を変える、タッチをね、やって、これね、私全部ね、1の指で弾いてるんだけれども、これはね、1の指っていうね、指示がね、ここにあります。これ安川先生のね、あの楽譜なんですけれども。タン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 、もう同じ感じでやった方がかえってね、際立つかもしれない。これはバビバババとかする必要ないので、パパパパパタタタパパ、もう同じように響いていけばいいかなと思います。で、うねりは右手で、ボーンっていうのがコントラバスボーン、コントラバスズーってこうなってる感じね。いやパタ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 、これなんかブラスかなんかね、ブラス、ひょっとしたらトロンボーンかなんかボー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 って言ってるかもしれないね。ホルンでもいいと思いますね。でイヤンパランパラ、これねバイオリンね、第一バイオリン、第二バイオリン、ビオラ、チェロあたりがバンバーリランバーララ、こううねってる感じね。だいたいこれで3層になると思います。でこれがねずっと一緒ね。次のフレーズいくよ。これなんか際立たせるのは一緒ね。左手がこうパー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 、これでハーモニーがちょっとね変わりますね。いやパのフレーズは、さっきはダンチャーリダンチャーララ、こう1小節ずつだったんだけれども、ここは2小節やりらりやりらり、これ2小節単位でいくっていうことで、ちょっと右手のね感じが変わるよね。ここはね、もう一回やってみるね。大丈夫かな？練習するときに、っていう風に練習してみてくださいね。そうするとスムーズにいける。そっちの方がね、かっこいい。いやジャズみたいな感じね。もうジャズっぽくなってしまう、なんできてますね。いやピューフォルテッシモになってるから、さらにこうマックスになるわけね。で、ここはね、ちょっとね、今までワーンってきてたのに、プラス、歯切れよくいきます。イヤンパーイヤン。この左手の、山形スタッカートになってるので、ボーン。これもさっきと
要領は一緒。もちろんこれでここでペダル踏み替えるよ。これをこういう練習、こう部分分けで練習するんだったらね、この部分になります。でこれがね、このねファー、このハーモニーね、最初のこのハーモニーっていうのがね、このすごくインパクトがあるわけだから、もうなんていうかな、こう心の底からこのねかっこよさを出してほしいわけね。これがされて戻ってくるんだけれども、まだまだね興奮気味でここはね行きますね。で、あのじゃんじゃーだーだー、ここからここに入るときにテンポ、もうテンポ戻ってください。じゃりらんじゃりらんじゃらんパンパンパンチャララン、ランパンパンパンチャララン、ランで、いきなりテンポが変わるっていう感じに演出するということね。ここに指示があります。もう、生き生きと、終わりまでって書いてある。終わりまで生き生きと弾きなさいっていう感じね。アテンポだから、目まぐるしく早くしろっていうわけじゃないんだけれども、落ち着かないようにする。もう最後まで、もう、終わりまで弾き切っちゃうっていうイメージでいた方がいいと思いますね。自分がね落ち着かない。うらら。もうずーっとね、タンタンタンチャラリンじゃね。もうこれなかなかね難しいんだけれどね。ここのところでも指がこう、指先のこっから、ここね、これを使って、もうずっとなんかこう、無意識に動いてるっていうところまで訓練するといいと思いますね。なかなかね、左手の跳躍もあるし、右手も早いので、いっぺんにね、全部のことをね、考えるのは非常に難しいです。だからもう右手は同じことの連続なので、もう右手はもう見ないでもできるぐらいまでやっちゃう。で、考えるのは、すごいとこですね。だけどここのところはね、
届く方はいいと思うんですけれども、ドーなのね。もう、これはもうとても私はもう全く届かないので、この右手の上の音二つを右で取って、このドの音はね、この左手にね、組み込んじゃった。なので、左手が音三つ、上が音二つ。ほんだあのっていう風にねしちゃったんですね。だからっていう風な感じになります。本当はこうじゃないんだけれども、もうとてもとてもじゃないけどできないので、ただねこれがねバラララララってこう高速で行くから対してねこのねどのシャープの音が左に来てるなって気づく人はもうほとんどいないと思います。なのでやってみてくださいね。ラとレのフラッレのシャープね、とレのシャープと、ラドのシャープミーです。なんでだろう。なるべくね、長めに撮ってくださいね。いやーいやー。ダメ押しぐらい。ダメ押しぐらい。わーね。どうやったらやりやすいかなっていうのは、まあ人にもよるかもしれないけどね。一番ね高速にできるかっていうのをねちょっと研究してみてくださいね。多分ここやるとやっぱり遅くなるね。だからもうね、こういう感じね、こういう感じね、
する時は大丈夫だと思いますね。なかなかね、やっぱ乗らないとね、なかなかそこまで気持ちが持っていけないかもしれませんけれども、まあ、急がなくても大丈夫なのでね、しっかり狙いを定めていってください。止まってよ。バンって終わるっていう感じになりますね。大丈夫かな。なんかね、これさーっとね、終わってしまってね、もっとね、いろいろ言うことはあるんですけれども、一応ね、これで、ルヨコビの島全9回ってね、ちょっと長くなってしまいましたけれども、なんか声が枯れちゃったね。ごめんなさいね。聞きにくいね。なんでだろうね。まあね、一応ね、こう、動画でね、私がその、一方的にこういう感じで、こういう感じでっていう風にね、喋っていっちゃうだけなのでね、なかなか深いところまでね、弾いてる方それぞれだと思うんですけれども、まあ、一応そういう風にやっていけば、まあ、方向性としてはね、仕上がりに、いい仕上がりになるんじゃないかなっていうね、遠回りせずに練習できるんじゃないかなと思いますので、ぜひ演奏会とかね、生徒さんにレッスンするときとかでね、ご参考にね、ぜひ、してください。とてもね、いい曲で内容も深いし、物語みたいで面白かったんでね、コンクールとかでも聴きますよ、時々ね。ぜひ挑戦してみてください。はい、ですね、こちらの曲でレベルアップミュージックグレード検定受験されるとすれば、もうそうですね、グレード7とかグレード8とかでもいいかなと思いますね。時々ね、中学生の生徒さんとかもこれ弾いたりとかっていうのも聞いたりとかするんですけれどもね、なかなか若い方はね、若い方のイメージであると思いますね。で、大人はね、大人の魅力でも弾ける曲なのでね、こうどうにでもね、料理できる曲だと思いますのでね、まあ、ぜひその何か他の曲とね、これ多分6分ぐらいだと思うので他の曲とちょっとカップリングしてグレード7、8でも十分大丈夫かなと思います。今度ね、グレード検定で、ね、11月、予定してますね。コロナの状況とかもありますので、まだはっきりちょっと分かりませんけど、一応11月に予定してますので、ぜひホームページご覧になってね、挑戦してみてください。東京と、熊本で予定しております。はい、それではありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。